どうですか、先見ますか、それとも先に見せますか。先に見ます。見ますか。はい、はい、ではどうじゃあ、まあでも打算も120回受けて、はい、その中に一番とは言わないけど、はい、ここ2、3年で一番苦しんだんで、はい、どうだよ、始まりました、まちゃチャンネルです。今回はですね、イングリッシュモンスター菊池さん、はい、ね、もはや恒例ですが、イングリッシュモンスターではありません、インチキモンスターと申します。はい、開封の儀というですね、はい、いよいよこのトイックの結果を、うん、すごい悪い予感が、まず風邪をひき始めだったということで、すで、はい、に最初に言い訳させていただきます。はいはい、あとです、まだまだあの YouTube 引っ張らないといけないので、あ、そうです。失礼いたしました。何も知りません。でもね、あの、うん、熱英語のあのチャンネルみたいに引っ張んないですからね、はい、めちゃめちゃ GX 引っ張ってますよね。それついでに言っておきます、はい、あの私時々、5チャンネルっていうのを見るんですけど、はいはいはい、時々定期的に教育界に君臨するモンスター菊池とか、はいはい、君臨してませんので私、偽物ってことですね、はいはいはい、あの実際は91回なんですけど、はいはい、もう100回超えてる人なのし分かってるだけで3人はいはい、そんなにいるんですね。で多分もっとすごい人がいるはず。なるほど。もっと大切なことは現役の通訳とか翻訳、特に翻訳者で、はい、受ければもう100回続けて990点取れる人が多分100人単位でいるので。あ、なるほど、うん、だから90回とか何の意味もないので訓練してません。前回登場していただいてですね、はい、もううちのチャンネルで多分もうすぐ1位ですね、全部の中で。なんだか不思議ですね、はい、もうすぐ還暦のおじいちゃんの話聞いて本当に面白いんでしょうかよく分かりませんが、6万再生とかですね、うん、スーッといってですね、いや最速で、でなんかねコメントとかで服がなんかこう、うん、トイックいっぱい取り英語ができてもこんなみすぼろしいみたいな、ね、僕は結構あ今をときめく森哲先生に呼ばれたと思って張り切っておしゃれしてきたんですそしたらなんだこのみすぼろしいじじいはとか言われて結構ショックでね。それで今日服買ってきて、はいはい、今日あのまだついてますかね、これ L ってサイズついてますか、これ失敗最初のこれつきっぱつ、やっべ、一日これつけてた。え、一日つけてたんですか。マジっすか。今朝買ってきたんですよ。あ、そうだった。森田先生のファッションセンスを真似しようと思って黒のパーカーを買ってたから知らなかった。おー恥ずかしいで開封の儀っていうのですね、はい、開封の儀っていうか正確には鼻くその儀っていうんですか。そうですね、鼻くそ満点だったら取っておいて、うんうん、満点じゃなかったらもう鼻くそつけて捨てるんですよね。 YouTube にはわかんない、モザイクモザイクモザイクですかね。コードもディスンするなんかないんですか60のジジイの鼻くそとか写していいのかな。いやモザイクかけます、はい、多分ね、初めに言い訳しておきますけど、はい、風の引き始めだったのと、はい、パート5で一問実力で分かんない問題があったんですね。あ、そうですね、うん、パート5分かんなかったですよ、うん、思えれば、うん、あ、そうですね、前回の動画見てください、うん、僕の開封動画でも話してます、はいはい、そんでそれの一問で引っかかって、そういうのがあるときはもうほぼ100% 990は取れないので。なるほど、じゃあ、はいはい、開けて、で、皆さんほとんどの方があのネットで結果をご存知で、その1週間ぐらいして、はいはい、アビメ見ると思うんですけど、ね、私はコンビニ申し込みなんで結果まだ知りません。結果とアビメはどうですか。9月がね、まあ、なんとか990点取れたんで、はい、10月はまあいいかということで、僕住所のとこだけこれ貼らせてください映らないように。もうバレても別にいいんですけど、よし、 OK です、はい、はい、じゃあ、はい、では行ってみます。行きましょう。さあ何点だったのか、じゃあこれどうですか、先見ますか、それとも先に見せますか。先に見ます。見ますか、はい、はい、ではどうぞ。ああよかった、鼻くそ見せた。はい、ということで、はい、無事満点ですね。ということで990点、何も間違ったでしょうか。前回のコツノと合わせて、これまたね、TikTok でこうやって上げてディスられるんですよ。また TikTok だけでこんなの意味がないとかですね、ディスられる、最高得ですね、はい、満点が。菊
口ナンバーワンとか君臨するとか言って、その後に3人ぐらい出てて、その人2番目3番目の人たちは多分本当みたい。あ、そうですね、うん、で僕のはなぜか50回ぐらい水増しされて出てるんですけど、その後すぐにそんなの意味ねえじゃんとか言って。ああ、やっぱりありますよね。じゃあその方が正正論だと思うんです。正答率の方をですね、うん、見ていきたい、はい、まずはリスニングですね。リスニングはこちらですね。お、おお、一問ミスですかね。100、100、198。正直言ったらその文法のパート5の分かんなかったやつ以外はリスニングは全部できたような気が。9月のすごい大失敗したね、リスニング。4問間違っちゃったんですよ。でなんとか点数は引かれなかったけど、うん、4問間違ったら自分としては満点取った気がしないんで。ああ、なるほど。これ 2% とかもあるんですね。何なんでしょうねこれ。 2%、うん、あんまりないですよね。リスニングの長い方で 2% って、あんま見たことないですね。何、うんうん、でしょうこれね。でリーディングの方を、うん、はこちらですね。あ、5位、はい、5位は間違いなく同じ、同じですね。だから同じです、同じ問題ですね。だから、うん、で平均が違うんで、うん、あ、そうです、僕ら平均が違うってことは、うんうん、つまりフォームが違うですね。別のフォームに立ったわけですね。そういうことはさっぱり分からないだら僕らが受けてた問題っていうのは違う問題なわけですね。そうなんだ。違う問題になるんですが、あの共通してる問題があるんですよ。で僕ら2人ともその共通してる問題を間違えてるわけですね。あ、そうなんだ。そんなことまで分かるんですか。すごいですね。はい、で菊池さんはどの単語を選ぶんですか。 R から始まるやつ、うん、T から始まるやつ、 E から始まるやつ、あれどれを。 あれはですね、同じような意味の接続詞が2個来てて、最初これかなと思って、これ許されるのかなと思ったんだけど、やっぱりどう考えても気持ち悪くて、残りの3つもそれぞれに気持ち悪かったんだけど、はい、一番気持ち悪いのが順が低かった E から始まる言葉のを選んだんですね、はい、ということはそれでも間違ってるってことは、おそらく T から始まったのが正解ってことですね。ということは、それもすっごいコロケーションと非常に気持ち悪い、ね、だから僕もその R から始まるのを選んでるので、うん、違うとなったらもう考えられるのはその T から始まる単語しかないので、うんうん、それが正解だったってことですね。普段はね、あんまり負け惜しみに聞こえるかもしれないけど、うん、全問正解することにあんまり集中しないんですよ、はい、ただ一問こういうのがあるときは、はい、後でデータ取るために必死で全問正解しようとするんで、多分間違ったとすればそれしかないので。なるほど。いや、あれが正解、あれが正解だった。いや、納得いかないですね、あの問題はね、うん、僕も納得いかないです。誰ができてれば全問正解だったんですよ、もう。あ、ご収集さんもリスニングは全部いけたんですね。そうですね、リスニング全部できた。しかもだいぶ難しかったんですよ、前回のリスニング、うん、でね、うん、でまあ、これからそうですね、今245回のテスト終わった当日に今撮ってますんで、うん、僕はこれ結果244回の結果で245回になって、うん、でこの後まあ生放送でやるんですけども、うん、いや、245回は同じフォームだったので、はい、らしいです、はい、私にはさっぱり分かりませんが同じだったので、はい、まあ、どういった結果なのか、今日の、うん、今日のは大丈夫でした、どうでした。今日のは多分まあアウトです。アウトですか、本当にね、僕が現在まで受けて、多分120回受けて、はい、その中の一番とは言わないけど、ここ 2,3 年で一番苦しんだんで、はい、時間が ね、もう2分ぐらいしか余らなくて、もう一時はもう完全にアウトだと思いました、ね。あ、そうですね、前回出させていただいた時に駆けつけて、はいはい、タイムを半分ぐらいやるとか、あの教育のリーディングで時間がなくなることはありませんとか偉そうに言っていて、そのすぐ後で、塗り絵しそうになったというね、はい、ダブルパッセージ、トリプルパッセージに入った時にもう20分来てたんで、18分ぐらいしかなくて、これはもうダメだと思って。やばいですね、うん、でもまあ、 一応全問根拠は持って答えられたんだけど、うんうん、そういう時はまず 100% 呪われた数字の9×5 ってやつなんで、あ、なるほど、鼻くその数字ですね5分ぐらいは余りました。もっと余ってると思います、多分一応、うん、ダブルとトリプルは全問見直せてるんで。僕はそれが一番気になるから、すごいミスを起こすんですよ、はいはいはい、マークミスってやつ、はいはい、B だと思って A つけちゃうっていうの、ありますね、それがすごく多い人間なんで、それをチェックできないと怖いですよね。でそれ最後の10問ぐらいそれチェックしてないので、うん、多分つけ間違いはあるはず、うん、そうするともう
95でもまあいい方かなっていう。僕もダブル、そうそう、トイレも行ったんでちょっと危険かなと思って、うん、で時間やばいなと思いながら、うん、でダブルとトリプル全部見直して、うん、あ1個やっぱりつけの間違ってると思って、うん、で直して、まあ、そういう話聞くとますます不安になる直してそれで、うん、であパート5見直そうと思って、うんうん、ダブルでパート5見直そうと思ったら、うん、はい終了ですって言われたんで、あ結構ギリギリだったなと、今年もう2回失敗しちゃってるんで、あなるほど、うん、じゃあ次回の鼻くそ時をお楽しみに、はい、ありがとうございました、はい、お待たせしました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.